いどうもテレビアニメスナックバスへ森田役の岩崎亮太です。さあ今日はなんとですね、リアルスナックに来ております。こちらですね、東京中野にございますスナックカプリコンさんです。はい、カプリコンヤギ座ということでですね、はい、さて今回はですねバスへの舞台でもあるスナックの魅力をお伝えする動画を撮りに来ました。ということで実はですね今日はスペシャルなゲストをお呼びしております。どうぞ。どうも、森田に似てると巷で評判の軍平です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。本当スナックはもう全然、はい、なんか 怖いというかなんか怖い、あ確かに、ね、夜のなんか女の夜の女のちょっとその感じがあってどうしても行けなくて結構スナック童貞でもあります。あ、スナック童貞であるということで ね、 そうですね、今日はね、スナック童貞卒業されるということでですねこれ強力な助っ人なんですか ねお互い僕まであんまりスナックって、ね、行ったことないんで、ちょっとねスナック童貞同士で今日はやらせてもらいたいと思います。、はい、でもグンピーさんでも芸人さんでもありますし、YouTube でもね、今大人気でいらっしゃいますよね。スナキ童貞チャンネルという100万人登録があるんですけど、はい、100万人全員童貞が見てる。童貞100万人の童貞が集いし、森田みたいなやつが見てるチャンネル。いいですね、心強い。ありがとうございます。、はい、さあそれではね、早速お店の方に行ってみましょう。はい、行、はい、きますよ。ちょっと怖いですけど、はい、行きましょう。はい、はい、スナックバスへダブル森田スナックへ行く。さあということでお店の中に来ました。いやすげえ雰囲気。ね、ザ・スナック、イメージすごいですよね。ピンカーね、ボトルも。なんかそうお偉い人の写真みたいな。うわあこれ、あすごい。すげえ。どうなるんでしょうか我々。そうっすね。緊張してるから。緊張してる。大丈夫ですか。そうですね。大丈夫ですか。僕もちょっと緊張しますけど。夜の雰囲気に当てられて。なんか。そうですみません、ちなみにあのグンピーさんって今日は読んでいいんですかね。いや、多分ですけど、はい、僕バキバキ童貞、巷で呼ばれていて、ネットでバキバキ童貞と拡散されてる人間で、でおそらくですけど、はい、その童貞の代表として呼ばれてる気がしてるので、やっぱじゃあバキ童さん、はい、今回バキ童でお願いします。はい、じゃあ今回ね、スナックバスへを代表する童貞キャラをね演じる、森田を演じる私、うん、岩崎と、はい、森田に似てると評判のバキ童さん、ね、いわばねダブル森田と二人で、はい、お送りしますということでですね、はい、うん、あのバキ童さんのスナックバスへって、はい、あのご存知でした？あ、もちろんもちろん、もう全然、ヤンジャンとかで立ち読みしたりとか。あ、立ち読みなんですね。あってはいない。いや全然全然立ち読みの方もね、あとコミックスも全然読んでまして。 あ、 ありがとうございます。ちょうどそのうんこ中に読むのにちょうどいいんですよ。ちょうどいい。ちょうどいい。うんこ中に読むのがちょうどいい漫画。そうだね、サイズ感ね、ちょうどいい。バスへというね、2話くらい読んで、ね、ちょうどいいっていう。ちょうどいいという、うんこ漫画。うんこ、いや、うんこ、うんこ漫画だとね、ちょっとあれです。まあ、うんこ漫画というのがね、はい、はい、ということで、今日ね、バスへの舞台でのスナックと、はい、いうことでね、このスナックについて、バキ童さんと2人で教えてもらいましょう。教えてもらいましょうか。はい、ようこそカプリコンへいらっしゃいませ。あ、ありがとうございます。どうも。あ、どうぞ。はい、ということでですね、今回我々ダブルモニターに、はい、スナックについていろいろ教えてくださるあゆみママです。あ、どうぞ。あゆみママ、ママありがとうございます。はい、いつも何をお飲みになってるんですか？じゃあ水割りにしますかね。何かの水割りを。何かの水割りを。じゃあ何かの芋にしようかな。あ、いいです。じゃあ芋の水割りを作りますよ。はい、うわスナックですね。いいですね。うわいわゆるママって感じのママだ。本当？すごい、なんかこの声の感じというか。そうなんだ。かっけー。カサカサなの。これがね、かイメージあります。歴年の。それでは、はい、乾杯。いただきます。あー、おいしい。うまいですね。いやいやいや、いやうまいということで、ここからはですねカプリコーンのママを迎えてですね、うん、はい、スナックについていろいろ教えてもらおうと思います。本当に何も知らなくてですね、はい、そうなんですよ。我々は来たことないの。いや、本当スナック童貞で全く分からない。なんかちょっと怖かったりとか、なんかそうですね、ちょっとね、スナック、スナック怖い。
扉、厳重な扉の向こうで、ね、何があるのか世界観もなんかあるし、はい、なんかそうなんですよね、一元様いけない感じとかもあって、ね、うちもね、一元さんは一応お断りです。ああ、そうなんですか。やっぱこのカプリコン、ね、あの老舗って伺ったので、これはちょっと歴史をちょっとね、まずはそこから、うん、ヒストリーの方から学んでいこうかな。はいはい、そう、うちは、はい、うちの母親がもともと、今もだけどいて、はい、それが今年で41年目の、はい、41年目、うん、お店が、お店がで、老舗でしょ、はい、で、私と妹がいて、はい、これが2人でダブルママしてて、ダブルママに、そこに今ちょっと3代目の娘が、私の娘が、あ、お嬢さんが、そう、いて、はい、それもちょっとちょろちょろ手伝ってる感じ。え、さ、3代で、ね、やばいでしょ。すごいですね、3代にわたってスナックってそんなんでしたっけ。うんうん、だからスナックっていろいろあるよ。あ、スナックはね、簡単には語れないと思う。深いわ。そうよ、これちょっとカプリコーンの歴史だけで今回ちょっと V 終わりそうですね。ちなみにこのあゆみさんってママなのか、今チーママってもあるじゃないですか。ああ、はい、今だから母ちゃん、母がその今大ママで、大ママになっちゃったから、私と妹で今ママやってる感じ。本当に僕、その女性に対して、ね、母親がママっていうのちょっと抵抗があるママ、私だって嫌いよ。嫌いよ、だってあんたち子供じゃないの。確かに、ね、ママじゃあママママさ、ママそういう不思議な気持ちで。私の名前を覚えられない人はママっていうの。あ、なるほど、ちゃんと覚えてる人だったら、あゆみとか、あゆみさんとか、あゆねとか、あゆねいいっすね、あゆねいいですね、とかもあるから。あとこのスナックの、はい、このなんていうんですか、システムというか、あ、だからそのお金の料金システムとかってどうなってますかね。スナックは時間がこう何時間とかじゃなくて、そのお店それぞれのセット料金、はい、セット料金、ほうほう、そこが多分みんな違うと思う。ほうほうほう。で、そこに普通はほらキャバクラとかさ、はいはい、他のいろんなのが1時間、うん、じゃあ時間制ですよね。で、そのセット料金がまた加算になるでしょ。はいはいはい。でもスナックはそのまず最初セット料金だったら、はい、10分で帰ろうと5時間いようとそれは変わらない。あ、へえ、もうなんか場所代みたいなことなんですね。そうかな。で、ボトル入れてくれたり、はい、あとこういうのがちょっと割り物がなくなるといくらとか、うん、それはかかるけれども、ドリンクのっていうね、うん、そういうことなんですね。ああ、じゃあ結構いいじゃないですか。いいと思う。ずっといていいんだ。雰囲気もいいし。はいはい。ずっといたら嫌ですか。全然嫌じゃない。最後まで最後までずっといっぱいをちびちびのね。それは嫌。それはダメですよね。ちびちび。やっぱ言うんやったらもうガバガバのみたいな。楽しくね。どんどん入れて。なんでなんでっていうのがいいね。じゃあその飲んでるタイミングでそのカラオケってあるじゃないですか、スナックって。あ、イメージある。あれ、どのタイミングでなんかこの歌うのが。だってずっと歌ってる人はずっと歌ってるよ。カラオケしに来てるぐらいの人もいるよ。もしこのアーティストが、はい、誰か歌い出したら、はい、その日のお客さんによってはじゃあ自分もそれに、そのアーティストも、俺も行こうか、俺もできるみたいな、このなんかちょっとなんかマウンティングじゃないですけど、いや俺の方が上手いぜみたいな、はい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 、モノマネしだしたりとか、ああなるほど、もっと上手くやったりとか、そうすると俺の方が上手いとかさ、うわこれがいいわけですね。お客さん同士のなんかそのアニソン歌ったりみたいにすると、うん、ずっとアニソンだったりするよ。あ、いいんですか、うん、アニソンもいいんや、しらけないですか。アニソン、アニソンしらけない、しらけるの、よかった、よかった、怖いんすよ、こういうところアニソン急に歌ってしらけられるの。アニソンばっかりやから歌うの。いや、そうなんです、そうなんです、そうなんです、2人とも、そうですね、マナーというか、うん、こういうのはこの名前で好まれませんよみたいなとかってあるんですかね。このマナーを破ったら嫌われるみたいな、これだけ知っときたいですね。だから、なんだろう、例えば仲良くなった風になっちゃってるけど、はい、それを、はい、グイ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 、はい、なんか言っちゃうと、はいはい、さっきまで良かったけどなんかこの人ちょっとあなんか苦手かもって、だからちょっとした距離感とか、あのなんだろうな、敬意はあった方がまだいい、少しない、お前だから童貞なんだよな、お前な、あ童貞なんだよ、うわしょうもねえバカ野郎お前。あ、はい、そうっすね、そうっすね、ちょっと変えますわ。
なるほど、これは確かに勘弁願いたい、ね、これは勘弁願いたい、ね、勘弁願いたい本当にスナックに行かせてもらうけど童貞尻は勘弁願いたい、過度の童貞尻は過度だね、はい、ね、やんわりとしたね、はい、童貞にも敬意を払ってそうお願いします、距離感保ちつつ、はい、はい、と思います、うん、ということで今回はここまで、次回もスナックの魅力に迫ります。